8月4日の星座別運勢ランキング。第1位サソリ座、深淵からの再生、脱皮の時。深い闇から新たな光へ、脱皮の時が訪れ、内なる力が目覚める。ラッキーアイテム、黒い石のペンダント。深淵の力を引き出し、内なる闘志を高める。第2位お羊座、情熱の炎、勇気を持って突き進め。情熱の炎が燃え上がり、新たな挑戦の時。勇気を持って未知の道を進め。ラッキーアイテム、赤いリップスティック。情熱を象徴する赤い色が自信と魅力を引き出す。第3位水瓶座、創造と革新、未来を切り開け。創造力と革新の力があふれ、未来を自分の手で切り開ける時。ラッキーアイテム、ノートパソコン。未来を創造するためのツールとして必要不可欠な存在。第4位乙女座、細部の力、地道な努力が実を結ぶ。細部にこだわり、地道な努力を続けることで大きな成果を得られる。ラッキーアイテム、手帳とペンセット。計画を立て、細かいことに目を配ることで目標を達成できる。第5位蟹座、情緒の波、感受性を磨いて。感受性が高まり、情緒の波に乗ることで自分自身を深く理解できる。ラッキーアイテム、海の風景の絵画。海の波と共鳴し、感性を高める。第6位天秤座、バランスの調和、優れた判断力が求められる。バランスを取ることが重要であり、優れた判断力が求められる時。ラッキーアイテム、鏡の置物。調和とバランスを象徴し、優れた判断力を引き出す。第7位双子座、コミュニケーションの時、自己表現を楽しもう。コミュニケーションが活発になり、自己表現が充実する時。ラッキーアイテム、カメラ。自己表現の一瞬を切り取り、喜びを共有する。第8位牡牛座、安定と忍耐、地に足をつけて前進せよ。安定と忍耐が重要であり、地に足をつけて着実に前進するとき。ラッキーアイテム、植物の鉢植え。地に根を張り、成長する様子を通じて忍耐力を養う。第9位獅子座、自己表現の輝き、自信を持って輝け。自己表現が輝き、自信を持って自分を表現することができるとき。ラッキーアイテム、鏡のついたメイクボックス。自分の輝きを確認し、自己表現を楽しむ。第10くらい手座、幸運の風、微笑む運命。幸運の風が舞い、微笑む運命の奏でる曲。すべての出会いが意義を持ち、新たな自分に出会うとき。ラッキーアイテム、天然石のブレスレット。光を放つ石が運気の波動を高める。第11位ヤギ座、目標を追い求め、堅実に歩みを進めよ。目標を追い求め、堅実に歩みを進めることで大きな成果を得るとき。ラッキーアイテム、タスク管理アプリ。目標を明確にし、計画的に行動するためのツール。第12位魚座、夢と直感、内なる声に耳を傾けよ。夢と直感が重要であり、内なる声に耳を傾けることで進むべき道が示される。ラッキーアイテム、水彩画のセット。直感的な表現を通じて内なる声を感じ取る。